はいはい、どうもこんにちは、松尾修造のこれ知ってますということでございましてね、今日はですね、松尾修造のこれ知ってますいきたいと思いますけどね、前へ後ろへ下がりつつね、いきたいと思いますけど、世界一住みやすい都市ということで、ベスト10とワースト10が出てまして、ベスト10からいきましょうか。1位、メルボルン、オーストラリアですね。はい、オーストラリアの確かにのどかでいいですね。のメルボルンが1位らしいです。まあ、住みやすいランキング。これは、イギリスのエコノミストの調査、エコノミストインテリジェンス、ちゃんとした子が調べてるんですよ。で、2位がウィーン、オーストリアのウィーンね。オーストラリアとオーストラリア、ややこしいけどね。ヨーロッパのオーストラリアのウィーン。3位がバンクーバー、カナダね。バンクーバー行きましたね。そして4位、トロント。わー、トロント。これ、ナイアガラ滝はどこですね。そして5位がカンガリー、カルガリー、カナダ。おー、カナダ、カナダ、カナダ、3、4、5、カナダですね。6位、アデレード、オーストラリア。またオーストラリアです。7位、シドニー、オーストラリア。8位がヘルシンキ、フィンランド。そして9位がパース。10位がオークランド。オーストラリアとカナダが多いですね。そしてワースト10位。これはちょっとかわいそうな国になりますけど、都市になりますけど、ダマスカス。下が待ってませんけどね、ほんまに。シリアね。それから、ワーストの2位です。ダッカ、バングラデシュ。3位がポート・モレスピー、パプアニューギニア。4位がラゴス、ナイジェリアですね。5位がハラレ、ジンバブイ。6位がアルジェ、アルジェリア。7位がカラチ、パキスタン。8位がトリポリ、リビア。9位がドゥカイ、カメルーンですね。10位がテヘラン、イラン。これはワーストの方ですけどね。まあ、住みやすい街、世界住みやすい都市ですね。意外にこう、東京であったり、ニューヨークだったりというのはないんですね。松尾修造のこれ知ってますでした。どうもありがとうございました。思いやりの心でございます。タギクリニック。